第一朗読マカバイキ。アンティオコス王は高地の国々を通過していた時、豊富な金と銀で有名なエリマイスという町がペルシアにあることを耳にした。その町の神殿は驚くほど富んでいて、金の兜、胸当て、武器などがあったが、それはマケドニア人の王フィリポスの子アレキサンドロスが残していったものである。このアレキサンドロスはギリシア人を統治した最初の人物である。アンティオコスはその町の占領と略奪を目論んで出陣したが、企みが事前に市民に漏れてしまったので成功しなかった。人々が彼に戦いを挑もうと立ち上がったからである。彼は恐れをなし、心を残しつつも途中から首筋を返しバビロンへ戻ろうとした。するとペルシアにいる彼のところに一人の男がやってきて報告をもたらした。ユダの地への派遣軍は敗走しました。ジシアスは最強の軍隊を率いて進軍しましたが、撃退されてしまいました。ユダヤ軍は撃破した部隊から奪い取った多数の武器、装備、戦利品で軍を強化し、王がエルサレムの祭壇にお立てになった憎むべきものを引きずり下ろし、聖女を以前のように高い塀で囲み、王の町であったベトツルも同様に固めました。この言葉を聞いて王は愕然として激しく震え出し、寝台に倒れ、心痛のあまり病気になってしまった。ことが思うようにならなかったからである。激痛が繰り返し襲ったので、彼は何日もそこにとどまることを余儀なくされた。彼は死が迫っていることを悟った。彼は友人全員を呼び寄せていった。眠りは私の目を離れ、辛労のため生も根も尽き果てた。私は自問した。なぜこんなにひどい苦痛に遭わされ、大波に揉まれなければならないのか。権力の座にあった時には哀れみ深く人々には愛されていたのにと。しかし今エルサレムで犯した数々の悪行が思い出される。私は不当にもその町の金銀の調度品全部をかすめ、ユダの住民を一掃するため兵を送った。私には分かった。こうした不幸が私に降りかかったのはこのためなのだ。見よ、私は大きな苦痛を負って異教にあって死ぬばかりである。神の御言葉、神に感謝。
注ぎ逆らう者を高ぶらせない。すべての民よ、私たちの神をたたえ、賛美の歌を響かせよ。主をたたえよ、主は慈しみ深く、その憐れみは永遠。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。私たちの救い主イエス・キリストは死を滅ぼし、福音によって生涯を照らしてくださった。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。他による福音。その時、復活があることを否定するサドカイ派の人々が、何人か近寄ってきてイエスに尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり、子が亡くて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると、復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。この世の子らは、めとったり、嫁いだりするが、次の世に入って、死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも、嫁ぐこともない。この人たちは、もはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。死者が復活することは、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。そこで律法学者の中には、先生、立派なお答えです。という者もいた。彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。主の御言葉、キリストに賛美。